はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。アクトレイザールネッサンスブラッドプール編、続きをやっていきます。まあまた降り立ちましょう。ブラッドプール、もうブラッドではないけどね、浄化したから泉は。で、敵が出たな。その前にイベント、神より授かったこの地を守り、ウルフ・ゼペリンの要求へ抗う決意をした。抗え、魔物の巣へ向かう。考え直してください、ダニエラ。君が心配してくれるのはわかる、だが我々にとって命と同じくらい生まれ育った土地が大事。抵抗、よし行こう。これでまたレベルが上がるってなってたね。はい、封印をお願いします。魔物の巣の口を開いた。魔物の発言機、パパパッとやろ、パパパッと。魔物の巣ブラッドプール、このごっついやつが。しかし、ちょっと待って、援護射撃が来てんの、下にもいたな今。とりあえずクリスタルは回収しておこう。こいつ自体は別に攻撃してくる。おお、来た。ここの敵はもう永久に現れるのかな。ちゃんとしゃがもう。しゃがめばどうってことはない、当たらなければどうということはない。なんかトカゲが復活してんな。これはもうここから一気に進める。オラ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 、スタープラチナザワールド完了。さあこれでまた文化レベルが上がるって書いてあったよね。砦が増えて、奇跡に感謝いたします。ウルフ・ゼペリン、愚かな、私の慈悲深い警告を無視するとは。ではこうすることにしよう。ブラッドプールのためはこの土地に生き続けるべき、永久に私への生贄を差し出す。たったそれだけで愛する土地にとどまり続けることが叶う。実に安い犠牲。次に訪れるまでに今回の生贄を誰にするか決めておくんだな。いやいや、そんなお前をぶっ倒して終わりだ、簡単な話だ。文明レベルが3になったんで、古き文明はまた滅ぼそう。今の俺はマジックパーも大量にある。3が2回打てるか、ここ3打つのもったいないな。ちょっと下の範囲がないから2でやって、でここを3でいこう。ちょっとこっちも入れたいな。古き文明は滅び、ここが残っちゃってんな。生贄を捧げるか、ブラッドプールの血を去るか。いやいやいや、だからツペル倒せよ。みんなすぐには納得しない。お前を生贄に捧げるべきだという意見もある。土地を去りたくない、生贄を出すことにしようよ。いや、なんでその2択しかないんだよ。くじを用意したって何それ。そんなんで自分の運命決められたくないよ。それしかないかもしれない、決まりだねって。なんでそんな意気揚々と。それが人間たちの選択か。あれはアーテリー、なんということはお前がいけねえ。いや、これはきっと自分がいけにえになるように仕向けたんだな、テディが。神様が決めたこと、俺はそんなこと決めてないぞ。生贄となるものは決まったか、分かんない言葉は告げ終えたか、教えてもらおうか。結構従順だな、このウルフ・ゼペリン。お前のために犠牲となるものは出さない、お前とも戦う。覚醒した。
でもレベルはちょっと低いよねこいつ。宝玉、私が英雄。くだらない、そのような儚い希望ここで今通営させてくれるわ。魔物の群れ、戦おう、きっと勝てる。待って、街が今さちょっとやばい状況なんだけど、もうちょっと時間をください。ただこれはまた別であげられるからね、砦の強化。レベル3、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 レベル3。いや、一気に視座がなくなった。もう一個建てたいのに。資材を発注してくれ。ここをまたちょっと様子見かな。ちょっと建設しよう、1個魔法研究所。魔法はちょっとここら辺、なんか果樹園が潰れちゃうな。家を潰した方がいいな。いやでもここさ、砦の後ろとかの方がなんか良さそうな気はするんだよね。ここ弓か、弓と魔法がかぶってんな。悩む、こうしよう。で、強化もする。資材はいっぱいある。280も使うんだ。じゃあまたちょっと。ブラッドプールに働き手が増え、新たな作物、米の栽培が始まった。新しい食料の生産技術、さらなる発展を遂げる。米の技術は他の地域でも多くの人の役に立つ。え？どういうこと？米の技術書。なんか邪悪になったんだけど。何これ？え、なんでこんな邪悪になってんの？魔物の進行をずっと放置してるから。いや、だって町の発展が優先でしょう。どうなった？クエストを受注しないといけないか。ちょっともう一旦。魔物の襲撃。なるほど、勝手に来るのか。奇襲。神殿ではなく戦闘では敗北することはありません。ああなるほどね、これはランダム戦闘みたいな感じか。来い、こっち側から来てんな。来た来た来た。この鳥がさ、すげえ厄介なんだけど。こいつを派遣しなきゃいけないからね。あ、しまった。いやでも飛んでる敵には強えな、この弓矢。あ、ちょっと待って、もうすでにやられている。ちょっと待て待て待て、先回りさせよう。もう呼べる？もう呼べんな。英雄召喚ヒロトス、来い。魔物のところへ。強い。ちょっとピロトスはこっち、ダニエラはここ。
敵の巣の近くにさ、こう弓矢と魔法陣を置くのが一番効率よくないか。出てきた瞬間ぶっ倒せる。こいつって何に弱いんだっけ。これだな、竜巻レベル2。お、なんだ、集まってる。そこを雷で仕留める。倒した、防衛終了。なるほどね。あ、これで経験の書も得られることができるのか。 OKOK、 ちょっとここ復興させないといけないけど、行きますか。じゃあ戦闘も終えたことだし、犠牲と強さ、大型ローバルの撃退、いろいろ完全破壊されると悪くない。経験値の書13個使おう。ちょっと待って待って待って、全部使う。2レベル上がった。攻撃力8、防御力はなかなか上がんないね。攻撃力8はでかいよな。あ、これうっすらとさ範囲が見えるね。こう、ここら、ここだ範囲で、あそこは弓兵でなんとかなりそうだけどな。魔物は危険そうなの。一応じゃあ向かわせるか。上はまたフィロトスに任せよう、なんかあったら。一応範囲内で戦ってもらいたい。強っあ、こいつでかいわ。弱点どれだ。ちょっと待って、どれがどれかわかんない。これ違う、これ弱点だな。雨雲、でも雨雲さ一気にここにやりたいよね。げっ、強え。いやいやいや、めちゃくちゃ減ってるんですけど。サンダーで小出しでいこう。いやいや、やられる、砦がやられる。これは効かない。トップ、リンゴ、うわ、破壊された、マジか。英雄召喚いけんな。こいつ届くの、そもそも。フィロトスの攻撃 SP30 とかマジでかい。やばい、神殿の耐久度がやばい。雨雲、いや待って待って待って、雨雲だって当たってる。これなんかよくわかんねえな。いけ、弓。いや、魔法のあれが破壊されたのか。ちょっと待って、もう全然作物がないから、すげえ突破されそうなんだけど。雷、いや効かねえ、マジで効かねえ。ってかあいつがやべえ。こいつここにフィロトス向かわせて、でダニエラはちょっとこっちだな。交代、今のうちに交代せよ。そう、はい、ここに来たやつは倒す。いやー、待って、何か作物がない、作物がないから、やばい、作物。で、フィロトス、あっちか。ここちょっと向かわせないとまずいな。で、だけはここでいいや。上からも来てる。ちょっとどうにもならんぞ、これ。回復させて、ちょっとフィロトスやっぱこっちだな。頼む、間に合え。いや、死にそうだ。神殿が落ちる、消えろ。いや、完全に落とされた。こいつ危険すぎるな。いや、神殿が落ちる、マジで落ちた。ゲームオーバー。いや、そうだけどさ、同じこの条件でできるか。まず
やつは最優先でここに向かわせて早々に攻撃に加わってもらおう。でピンチになったらこのリンゴを置く。このリンゴなくなる？でもちろんこいつらも倒しておきたいから、一応なるべく多くを巻き込む。あ、少し出遅れてんな。これが効果大か。ほら行け。全然減らねえわやつ。でサンダーもこれ撃つ。召喚できんな。よし、上はもうちょっと今のところ置いとこう。ここにいきなり召喚する。頑張ってくれ。あっちに行ったか。まあしょうがない。いやすっげえ暗いわ。2発食らったらもうリンゴなくなっちゃったよ。あ、復活したリンゴ。やばい、神殿が狙われている。いけるか魔法で。よし、なんとかはなってんな。ここに入ってくればあの魔法でなんとか。一般兵の雑魚は撃退できるけど、ちょっと待って、フィロトスどこに置いとくかだよな。で次多分ここに来るから、なんとかやつと同じところで。これさ、魔法の扉さ2発で落ちるんだけど。ダニエラは、ちょっと待って、ダニエラはもうこいつらと一緒だな。でサンダー、やばい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 、マジックパワーがない。マジックパワー、神殿って何とかしてくれないの？いけ。やっぱ作物がなさすぎるんだよな。作物、作物、回復。神殿の回復量がしょぼい。ちょっと待って、あと一発使ったら落ちるぞこれ神殿が。ヒロトス、お前ちゃんもう無理か。多分届かないな。やられた。何これ超むずいんだけど。いいえ、いや、やっぱりここら辺ちょっと発展するのを待とう。よし、これでちょっとまた行ってみよう。柵を使おう、柵をもっと。防御柵を、ちょっと待って、まずは、こいつはここに確実に持ってくる。で、柵。え？ここ、ここ。置けるとこに置こう、とりあえず。ここにも置いとこう。ここ。よし、OK。なんとかしてくれ。で、やつらが出てきたら倒す。ごっついのが来た。これはさ、レベル2とかのがダメージ高いのかな。いまいちわかんねえ。柵回復。サンダーで竜巻で英雄召喚。ヒロトスもこっ
ちどこだ、ここで頑張ってもらおう。柵のとこで。で、あとはまた回収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 で、これがすぐやられちゃうんだよね。3発くらいでやられるかな。でフィロトスじゃなくてダニエラ、こっちで移動速度低下、これだな。ちょっとなんとかしてくれ。柵プラス1で回復がない。ちょっと待って、ダニエラどれだけ持ってくれるかだかんな。でこいつはもうちょっと神殿の警護にしよう。で移動速度低下、移動速度低下、行動不能みたいなのないのかな。ダメージだけか。リンゴ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 作ってくれ。くっそやられてる。中心に集める。ちょっと雨でなんとかするしかない。リンゴリンゴプリーズ。回復したけどすぐやられる。やられてる。神殿がやられてるけど、神殿をとりあえず守りきればなんとかなる。柵をこう、ここもなんかここっていうところに置けねえかな、柵が。リンゴリンゴ、うん、倒した。よしよしよし、これボス倒せば多分なんとかなるからね。だいぶ多くのものを無駄にした。神の名に誓う、私はもう逃げません。ダニエラ、テリー、民の命も諦めない。本当に私も同じ気持ちです。犠牲と強さ、ダニエラ。で、いや、やっぱ壊されてるわ。いろいろ壊されてる。神殿はどうすればいいんだ。三方向から守る感じにした方がいいのかな。翼を持つ魔物、ウルフテベリーの放った刺客、空を自在に飛び回る。僕の出番。え、どっか出てきた。魔物どもが町から来ている。あ、ここ。いや、待て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 。おー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 よーよー。ちょ、敵多くねえか。敵が多いですよ。めちゃくちゃ出てくるんだけど。倒した。ブラッドプールの空から消え去りました。新たな資格、なんかすぐにクリアしたな。進行度50、そろそろレベルが上がりそうだ。テディがまたいない。これは探しているのか。西の方の不自然に物の集まっている場所がある。テリーの姿ありませんか。探すか。洞窟にテリーがいる。魔物に囲まれて身動きが取れなくなっている。魔力を放って魔物をこちらへ引きつける。ちょっと待って、また戦闘か。
今俺に必要なものは砦。ここの砦ここに必要かな。ちょっとなんかこことかね普通に置きたいんだけどね。ここにここで砦は多分3つでいいやん。あと弓、弓意外にやっぱ役立つからな。砦の中でここの弓破壊されたんだっけ。いや内側だな。でこれ魔法障壁でしょ。ここに1個弓置いとくか。よしこれで、あとはちょっと強化、ひたすら強化。はいはい、金がない。資材プリーズ。60、結構いいのができるようになってきたかな。ここを鍛えたらちょっと戦闘へ行きますか。強化、3にするには200か。もう一個資材が欲しいね。なんか畑があれだね、米になってんのかな。よし回収で強化して OK。 よし回収しよう。という感じで、じゃあ今回はここで終了して、次回は戦闘からですね、やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。